遊びの天才は人生の天才、脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは、世界の遊びプレイリーダーの阿部です。本日の遊びはこちら、寝たり起きたりすばったりです。この遊びは観察力だったり、あとは瞬発力とか行動の指示行動をね、素早くできるようになったりするための遊びです。言葉に対してその言葉を理解を持って考えて、それで移動をするとか動くとか、そういうことですね。で、どういう遊びかっていうと、保育者がこうぐる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 腕を回すんですね。で、ピタッ、こう真上にピタッと止まったら子供たちは立つ。ぐる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 真横でピタッと止まったら子供たちは座る。ぐる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 真下でピタッと止まったら寝転がる。これ単純な遊びなんですけど、結構子供たちにとっては、保育者をしっかり観察して、その指示を行動をすぐ、あれ何をやるんだったっけと思い、その行動をすぐ立ったり、座ったり、寝転がったり、なんていうふうに行動を動かすことによって、もちろん筋力も鍛えられたりするんですね。で、アレンジとすれば、まあ椅子取りゲームじゃないんですけど、音楽に合わせてちょっとこう動きながら、いきなりピタッやってもいいと思いますね。ただその場にいてぐる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 ピタッてやってもいいんですけど、子供たちが動いて動いて動くっていう動作が一つ加わるだけでも、子供たちって全然遊び方別になってくるんで、ぐるぐる動きながら真上真横真下なんかを使って子供たちの動き、これね、本当に見ていただくと、うまくできない子って生活面でも準備が遅かったり、お話聞けなかったり、すごくリンクしてくるんで、あ、やっぱりこの子ってこういうとこあるんだなとかっていうのが見れるのも遊びのすごく楽しいところだと思います。本日の遊びは寝たり起きたり座ったりでした。ぜひ楽しんでみてください。ありがとうございました。